レゴマリオのキャラクターパック2の後に開けてるので、これでスペースポリスかケンタウロスが出たらもうやばいっすね。皆さんこんにちは、ジェイソン・レゴブリだ、ヒロイだ。はい、今回の動画はレゴミニフィグ21が発売されましたので開けまーす。はい、ミニフィギュアズの新しいシリーズのミニフィギュア21が発売されました。ちなみにこの中で欲しいのであればパイロットガールとスペースポリスとアステカド戦士です。で、パッケージに載ってないんですけど、あとはケンタウロスが欲しいです。ミニフィギュアズは基本的にコンプリートはしないので、まあ、さっき言った4つが出るまで買う予定でございます。はい、今回はトイザラスのオンラインストアで5つ買いましたので5つ一気に開けます。ではまず1つ目開けます。いきます、せーの、よっと。おお、アステカの戦士だ。うわ、やった、もういきなり出ました。はい、1つ目はアステカの戦士が出ました。では2つ目開けます。いただきます、せーの、よっと。おお、すごい。はい、2つ目はパイロットガールが出ました。はい、では3つ目開けます。せーの、よっと。ん、これなんだ。あ、これはドッグコスボーイです。はい、三つ目はドッグコスボーイが出ました。では四つ目開けます。ちなみに5つの中でこれが一番パンパンに入ってます。では行きます。せーの、よっと。ん？お？結構入ってるな。え？これ、あれ？どうですか？よいしょ。あれ？出ない。あ、出ない。え、嘘。よいしょ。あ、出ないぞ。あー。破れちゃった。これは、おお、パドラーが出ました。はい、4つ目はパドラーが出ました。はい、では最後5つ目開けます。ちなみに、この動画なんですけど、レゴマリオのキャラクターパック2の後に開けてるので、これでスペースポリスかケンタウロスが出たらもうやばいっすね。では最後5つ目開けます。では行きます。せーの、よっと。ん？あー、びっくりした。はい、最後5つ目は養蜂家が出ました。はい、5つ開けた結果はこのようになりました。出た順で言うと、アステカの戦士、パイロットガール、ドッグコスボーイ、パドラー、養蜂家です。欲しいと言ってた4つのうち2つ出たので、これはなかなかいい結果になりました。ではこちらの5つを一気に組み立てます。はい、すべて組み立てが終わりました。おー、今回のミニフィギュアズもなかなか個性が強いです。はい、改めて全種類はこのようになってます。個人的にはこのスペースポリスとこのケンタウロスは出て欲しかったなと思います。では今からこの5つを簡単に紹介したいと思います。まずこちらがアステカの戦士です。全体はこのようになってます。この盾と剣と兜がめちゃくちゃすごいです。いや、かっこいいな。ちなみに剣と盾を外すとこんな感じです。このアステカの戦士のプリントパーツの造形がめちゃくちゃ細かくて好きです。で、こちらのアステカの戦士はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。これは怒り顔ですね。いや、かっこいいな。やっぱこの表情で剣と盾を持つとめちゃくちゃ似合いますね。では次はこちらのパイロットガールです。全体はこのようになってます。いや、このミニフィグもなかなか面白いな。今までこういうミニフィグは見たことあるんですけど、実際に手に取ったことはないんですけど、意外と大きいんですね。すごいな。ちなみにこのパイロットガールなんですけど、別でヘッドパーツが付属してたのでこちらに変えることもできて、さらにこのプロペラガールはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。ちなみに飛行機から外すとこんな感じです。はい、そしてこちらがドッグコスボーイです。全体はこのようになってます。そういえばミニフィグ20か19でレゴブロックのコスプレイヤーいましたね。で、こちらのミニフィグ子供なんですけど、足が稼働します。子供のミニフィグでこのように足動くのいいですよね。右手には骨を持ってるんですけど、なんか怪しい色してるなそしてこちらのドッグコスボーイはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。うわ、これはれっきとした悪ガキですね。はい、では続いてはこちらのパドラーです。全体はこのようになってます。ちなみにこの救命胴衣の下はどのようになってるのかというと、は
い、このようになってます。なんかラッセンの絵みたい。いやでもあれは違うかで、こちらのパドラーはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。サーフボードはこのようになってます。このデザインもなかなかいいですね。そしてパドラーにはなんとイルカのミニフィグがついてます。なんかミニフィグシリーズ21の中でパドラーが一番お得かもしれない。そして最後はこちらの養蜂家です。全体はこのようになってます。ちなみに養蜂家というのは、まあ、簡単に言えば蜂蜜を作ってる人ですね。まあ蜂を育てて蜂蜜を作る人のことを養蜂家と言います。左手には蜂の巣があって、右手には蜂蜜を吸い上げるボトルだと思います。この養蜂家の顔のクリアパーツもなかなかいいですね。テレビで蜂の巣駆除とか見るんですけど、もう本当にそのままですね。ちなみに顔はこのようになってます。でさらにこの養蜂家はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。あ、これは完全に蜂蜜舐めた顔ですねはい、では今回出た5つをもう一度並べるとこんな感じです。やっぱミニフィグシリーズのいいところは統一性とかがないというところがやっぱ好きかな。個人的にこの5つの中で好きだったのはパドラーとアステカの戦士とパイロットガールです。はい、ミニフィグシリーズ21はこんな感じです。はい、ということでレゴミニフィグシリーズ21を開けた結果はこちらになりました。やっぱミニフィグシリーズのミニフィグはそれぞれ個性があってとてもいいです。もし外出しても全然大丈夫な状況になれば、トイザラスに行ってケンタウロスとスペースポリスらしきものを選んで買おうと思います。もし収まらなかったらまたトイザラスのオンラインストアで買います。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ